ようこそ新横浜ハイボール2へヒゲ取れちゃいました、もう素顔でいきます、新横浜ハイボール東京出張所2へようこそ。こちらの配信は来年1月から放送予定の吸血鬼すぐ死ぬ2および吸血鬼すぐ死ぬの第一期についてのお話をお届けするサービスとなっております。さて今宵のお客様は、何より違和感が強すぎたんだよ。俺がモテてたってことにさ。どうもこんばんは、ロナルド役の古川誠です。そこまで厚かましいと清々しいな。こんばんは、ショット役の玉田敦です。ようこそいらっしゃいました。早速ですがお飲み物はいかがいたしましょうか。新横浜ハイボールでお願いします。新横浜ハイボールでお願いします。いい声でありがとうございます。かしこまりましたご用意いたしますのでしばらくお待ちください。マスター超怖いね。かっこいい。声だけはいいんですよ。かっこいい。それ以外はめちゃくちゃですがね。怖いよそこだけ詳しく怖いお店だよここ。今宵はちょっと踏み込んでいろいろとお話ししましょう、はい、ということでよろしくお願いいたします。お願いします。吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。ということでお飲み物も揃いましたので早速ですがトークしてまいりましょう。今回のテーマはロナルドでございます。短いですがロナルドの紹介文をご用意いたしましたので古川さん読んでいただきたいと思います。かしこまりました。ロナルド、ヴァンパイアハンター、抜群の運動神経と端正なルックス、優れた銃の腕前を持つ有能な対人、しかし短気な性格でドラルクへの扱いは雑。自身の経験を生かしてロナルドを戦記を執筆しており、現行の締め切りの度福間さんに追い込まれている。初登場話数は第1期第1話以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、まあ、ロナルドのお話に絡めつつも自由に喋っていただくという場でございます。はい。多少の脱線どころか脱線は大歓迎でございますので、ね、楽しくお話ししましょう。ということでロナルドというキャラクター、はい、演じてみてどうですか。最初はオーディションとかからオーディションでいただいて、その時にこの作品初めて知ったんですけど、ねうん、あ面白いなと思って、うん、あ面白い、相当面白いですよ、うん、面白いなと思ってて、改めてそのオーディションで言うセリフのところ見るじゃないですか、はい、あれびっくりマーク多くないみたいなおかしくねみたいな。びっくりマークの数異常だよね。異常なんですよ、台本の。ほんでそれ、その時、うん、スタジオ借りれなかったんで、うん、テープオーディションって言って、うん、自分たちの事務所とかいろんな、うん、こっち側で撮って、うん、音響さんに送るっていう、はいはい、仕組みだったんですけど、うん、スタジオさん使えなくて、うん、家で撮ったんですよ。家で、家でこのキャラを全キャラ絶叫してんですよで、いけるわーってやってもう、もう疲れながら出して、うんはい、まあもうこれでいい結果出るといいなと思って、うん、で、まあ寝るじゃないですか、はい、で、しばらくしたら、はい、最近夜中に叫び声を上げていらっしゃるここにいます、犯人ここにいます。近隣の迷惑になりますので気をつけてください。これは浮からんと、ちょっと浮かばれんなと思ったら、これはね、よかったんでよかったと思って嫌な思い出にならなくてよかったですね。いやそうです、そうです、そうです、ね、はい、クレームまで来てオーディションも落ちたら大変、ね、もう大変だったね。ただの本当近所迷惑な人になっちゃうからね。本当ですよ、ちゃんと引っ越しました、じゃあこの作品ね長く続いて引っ越し代元取れるぐらいね、そうだね、担いがないとね。いやいや、もうお世話になりっぱなし、でもね1話の最初が本当にすごくて、僕と福山さんと、うん、あと田村睦美さんで、はい、さんは大体喋ってた、あ、じゃあ、大体喋ってたんですけど、その時がね、もう大体僕も叫ぶ、うん、ドラルクも叫ぶ、うんうん、田村さんはすごくなんかこうニヒリな感じでやるみたいな、ものすごいバランスになってて、とんでもないエネルギーを持っていかれたんですよね、その時にベースがそれですもんね。そうなんですよ。で、それ終わってある程度やった後に、うん、実はこの作品好評でございまして2期が制作決定しますみたいなモタンモタンみたいな。普通だったらね、やったそうやったなんですよ、ね、これをあと12回みたいな通算24回ぐらいやるのかみたいなところから始まって、まあまあ、覚悟して臨んでったんですけど、うんまあ、いろんな、ね、あのキャラクターがこう後から参入してきて、うんまあ、砂鉄であったりショットであったりマスターであったりとかあるんですけど、うん、っていうところで、まあ、楽しさもあり、うん、物語としての笑いとしてのその勢いのまたその
向上というか爆発みたいなところもあったりもしたし、うん、僕の喉の負担もどんどん減っていくその分ねセリフが分散されてねそうそれが非常にですねなんか楽しかったのを覚えております、ね、ボケもツッコミもね人数増えればその分分け合えるからね、新キャラが加わるたびにみんな叫びの洗礼みたいなのねそうなんですよ大体のキャラが叫ばされるからね大体絶叫してますからね大体ね、すごいよねやっぱこの作品はねでやっぱねあの先陣切っていかなきゃいけないなと思いながらねやって、もう毎回毎回ですねあの絶叫させていただいて、そういう力強いねツッコミをするキャラクターがいることによって作品のねやっぱスピード感が出るからねいやそうでも決まってきますよなんかどん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 なんかなハイな状態にどんどんハイになりますよツッコミハイに意味があるのかないのか分からない言葉も絶叫していかないですからねだんだん何ってか分かんなくなるよねそうなんですよ、ね、楽しいっつってこう最初に言われてこの早いしでねそうですねでこれもう見てる人はねそこ楽しみにしてる部分も絶対ありますからねそうですね応募される部分をね楽しみに見て笑ってくだされば本当に幸いでございますよでもこれあの一緒に収録ができなかったですか、うん、なんかだから全員で一緒に撮ったら本当に面白かっただろうなという思いと、うん全員で一緒だったら俺笑いをこらえる自信がないっていう , 笑い NG とかもあったでしょうねそう多分本番中に俺笑うんだろうなと思って、ひどいんですよみんな全力で沸かしてくるからいや本当にあのアフレコってさテストっていうのをやって、お芝居を確認していただいてその後に本番っていうのがあるじゃん、やっぱさ先輩たち変えたりするじゃんそうテストやったのにさ そのままやらないじゃんそうなんですよだからさ一回やって慣れたはずのものじゃないのが来るからさ、そこで絶対笑うと思うねだからそういう意味では分割で本当助かったなと思う気持ちもないことはない本当そのね確かに野球拳大好きの千葉茂さんは、はい、以前やったギャグモノで、はいはい、昔あのテストラステス本番ってやってたんですよ、はいはいはい、リハブイがなかったから、はい、でちゃんとテストラステス本番用の3パターン考えてきてあすごいだからびっちり台本に書き直してあるから台本の余白がなかったっすかね後ろから すごいなでね全部面白いんですよいやーあれでもセンスよ今回も野球千葉さんアドリブでやっぱやってらっしゃったシーンあったと思いますよ、まあ、結構ありますよね、結構隙あらばねやっぱアドリブ入れてくるから、入れてらっしゃったと思いますよ、まあ、元のねキャラクターのセリフも面白いけど、さらに千葉さんが何気なく言うリアクションとかね、あの千葉さんの俺リアクションで大好きなのが、豚っ鼻ってなんかやられてっていうの一発豚鼻で受けるっていうねあれシンプルに破壊力あるんですよね聞いた気がするねもうこの作品で聞いた気がする多分ね何度かって入ってますよ入ってますよねいやこの作品に関してはどの作品もねなんかいろいろあると思うんですけど、テストはものすごく価値のある音源として出していいんじゃないかなと思うんですよ。ね、NG テイクじゃないけど音声残ってたらブルーレイ特典とかで、テスト用とかでやってほしいですよね。やった方がいいと思いますよ、なんか噛んだりとかも含めて我々がそれで笑ってるのも含めて全部なんか入れてほしいですよね、そうですね。こんな感じの雰囲気で楽しくやってんだぞ、噛んだのに着地でも面白くする人とか結構いますからねなんか立ち場なんかバカ野郎この野郎とかねえとかなんか聞いてきたりするんですよ明らかに噛んだのにいい声でごまかしてそのままちゃんとセリフを言い切る人だから、噛んでバレてるいや本当それがまた面白いから、狙ったね作り込まれたギャグとは違ったハプニング性のお笑いみたいなのでね、これは そういう現場でしたね、なんか出たものがミラクル的に面白くなるやつもあるじゃないですか、結構ね、いろんな現場であると思うんですけど、この作品はそれがいかんなく発揮されてるものでもあると思うんです、そうだね、多少やっぱ噛んでるとこありますもん僕も、でそれがそのまま生かされてる場合もあるんですよそれはやっぱリアルなねお芝居になるから ね、それあんなに厚木前に喋ったら噛まない方がおかしいからいやそう言っていただけるとありがたい流暢に喋ってるやつ逆におかしいからねそうですよ、あとこれみんなでやるってなったら大半の人別になりますそうですね別になりますもう声の圧から違うからね違うから、だから分割で良かった部分もやっぱ大きくありますわ、こう考えてみると、そうだよね、
じゃあ田丸さんはあれですか、ロナルドと一緒に撮ったことは一度もない感じで。いや何度かありますよ。何度かあって、やっぱなんかその面白いとか面白くないの前に大丈夫のどっていう。ああなるほどなるほど。仲間として心配してしまう。同業者としてのまず心配が先くる。いやいや、やっぱ闘争心に溢れた顔してたと思うんですよ。とてつもないエネルギーでさ、テストが終わった後になんかすごい疲れた声で言ってこうやって。さっきまですごいテンション高く芝居してたんですよ、終わった後すごい静かにこうですって言ってる瞬間武道家のような違う、それは違うんですよ。自分の中でこう大丈夫か違う、そうです、そのここを使い切ってるから今度こっちにこうねみたいな、チューニングしてた自分の中であのテンションで休憩中もワーワーやってるわけにいかない。いやいや、いかないですか。いや、そうだよ、そうだよ。そう、でも福山さんは、でも笑わしてくるんですよ、マジで。いや、まあ、さあ、もう休憩中と言わずずっと喋ってるからね。ずっと喋ってるから福山さんは笑わしてくるんですよ。本当に面白い、ずっと喋ってるよなぁ、終わったと思う。やっぱ古川さんは福山くんと一緒の回が、まあ、基本多くて全部そうですね、そうだよね。やっぱね、2人の掛け合いは一緒じゃないとね、テンポ感出ないですよね。やっぱりこう一緒にやらせていただくことによって福山さんも毎回こう変えてくるパターンの人なんで、こうテストの時こうだったけど本番でこう来たかってなってくると不意打ちを疲れて溝落ちにこうボディーブロー食らった状態でズッドンブーンみたいな感じのやり取りをやらなくちゃいけないわけですよ。でも多分奴はそれを狙ってるんでしょうね。そうですね、いつも先輩任されておりますよ。いやいやいや、勝てるように頑張りたい。いいカウンター決めてますよ。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。楽しい話、とてもね、取れ高も OK も出ましたんで。あ、今完全に見ました、ね、じゃあちょっとこの流れはここで一旦ぶった切ります、はい、ということでお二人どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。もうメイデンの中は嫌だということで、今回も楽しいトークをぶった切りゲームコーナーに参ります。はい、今回のゲームはこちらでございます。なんじゃもんじゃです。なんじゃもんじゃ、ということで、まあ、このゲームを進めていただくわけですが、はい、ただゲームをしました、面白かったですね、じゃあ終わりません。この後ろご覧ください。日本全国、世界から、世界中から集めたこのクラフトビール、お好きなだけ持ってってください、勝者は。いいんですか。もう抱えられるだけ抱えて持って帰ってください。本当ですか、ちょっとトラック用意していただいて。いや、あのね、手で抱えられるだけです。手で、あそういうつかみ取りコーナーみたいな、なるほど。だからもうね、車とか持ち込んだら全部持って帰れちゃうから。でもそうですね、あくまでも自分が帰りに持って帰れる範囲で持って帰れる好きなだけ持って帰ってください。一番高いのどれですか。なるほど。奥の方に隠してありますね。そうですか、一番高いのにしようかな。秘蔵のものもマスターがね、ちゃんと後でコースを教えてくれますんで、ちょっと物色しておいてください。これはすごい。ということで、はい、本職に戻りましょう。そうですね、ゲームの方をやってもらわないともらえないですよ。はい、わかりました。ということで、大丈夫ですね、お二人、じゃあさっき見せたカードちょっと弾いちゃう、これはもうね、はいはい、一例として出ましたからね、弾いちゃいます。これはじゃあ先行後攻、じゃあ今回は、古川さんから私からいただくことということでよろしいでしょうかね。はい、大事な一枚目ね。はい、はい、ということで、なんじゃもんじゃ始めたいと思います。ファイトドロー。私が引いたのはこれです。はい、これはどんな名前をつけますか。これは、なんだ、あんまりひねると自爆するからね。そうですよ、まあ、まあそうなんですよね。覚えられる名前でね。汗かきディアンヌです。なんだよ、汗かきディアンヌです。って難しい名前。あ、じゃあ次からその引いたカードをまずお二人がパンと見やすいように一回手元に表にしましょう。そうですね、確かに。すいません、その後次出るかもしれないですね。その後表にカメラに向けて名前を決めてもらいましょう。わかりました。じゃあ2枚目、田丸さんお願いします。ポン。さあこちらのカード、じゃあちょっと掲げていただき、はい、名前つけてもらいましょう。かぶりはしませんでした。これ何にしようかな。ももこ。お、シンプル。ももこ。ももこ。はい、ももこ。ももこ。ももこ。相方出てきちゃいますよ、そのうち。じゃあ次からまたね、新しいのが出るか、ダブルか。じゃあまた書店に戻りましょう、最低の。失礼します。古川さん。で、あ、違うのが出ました。違いますね。こいつです。はいはいはい、はい。こいつでございます。こいつの名前は、緑のやつ。キュウリ。あ、まあ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 ね。
断面かな。断面ですね、ええ、じゃあ高校浜田さん、はい、いきます。あ、また新しいの出ました。また新しいの出ましたね。これじゃあ濡れ気味。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 どこが？いやでもそこもあれですよね、センスですよね。濡れ気味。濡れ気味ね。そうです。わかりました。さあ続いてじゃあルカさん。はい。新しい。おお、なかなか出ませんね。新しいですよ。危ないね。いや怖いな。怖いな。だんだん覚えられなくなってきたよこれ。こいつですね。はい。こいつはですね、ひとみちゃんですね。ひとみちゃんね。どの辺が？ひとみちゃんまでね。ひとみちゃんです。どの辺がひとみちゃんなのこれ。さあ、さあじゃあ田丸さん、はい、お願いします。行きます。悪くする。わあ、かぶらない。うわあ、すげえ心臓に悪いこれ。また絶妙に違うのきますね。かぶらないな。どうしようかなこれ。穴。穴穴穴穴穴ではなく穴穴穴穴穴穴。いやもう2人のセンス爆発ですね。じゃあ先行古川さんお願いします。はい、いきます。なあ、かぶらへんだけど。マジでかぶらん。どんだけシャッフルしたんですかこれ。めっちゃ怖いんだけど。恐ろしいな。もう最初の方忘れてますよね。いやちょっとやばいっすね。やばいねこれ。こいつですね、こいつですね、こいつ。靴下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 だとしたら長くない？はい、じゃあ続きまして田丸さん。オーバーニーニーハイハイソックス。いきます。はい。靴下。これ。これどうですか？ほぼ同時っすね。ドロー。ここドロー。これはもう完全ドローです。あ、じゃあちょっと続けましょう。わかりました。じゃあこれ僕がめくったんで古川さん。古川さん、はい、もうなんせほやほやだからそら出ますわね。迷って出すじゃなく完全に今の。はい、じゃあもう続けましょう。はい、キュウリ。あー、これは田丸さんだけど。しかもこれは この枚数でかいですよね。え、結構溜まってますよ。これでかいよこれ。しかも古川さんがつけた名前でしたよね。そうなんですよね。やられましたね。完全にスイカって言おうとしたもんな。同じウリ科だけど。どっちかって言うとスイカだもんね。そうなんだな。よく見たらキュウリじゃなかった。いやこれはいい勝負でしたね。さあじゃあもう一戦いきますか。はい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 。じゃあこれ次も溜まるか速攻で決まるか。じゃあこれはそうですね、田丸さんから引いていただきましょう。僕からですね。はい。出ましたよこれ。ひとみちゃん。これは古川さんお見事。ひとみちゃん。ようやっと自分でつけたちゃんとひとみちゃんまでね言いましたから。オレンジって言いました。正解が出て なんでひとみちゃんなのか全然わかんないんだけど。じゃあこれもう一発で決まっちゃったからもう一回いきましょうね。はいはいはい。はい、じゃあ続きましてじゃあ古川さんいきましょう。はい、はい、いきますよ。汗かきディアンで。ああ、一発目だ。あ、そうだ、最初のやつだ。すごい。汗かきディアン。じゃあこれ明らかに勝敗見えてるからちょっと古川さんね2ポイント取りましたけどもう一回いきましょう。はいはい、お願いします。じゃあ田村さん、はい、おこれ初めて。これ初か。これ初めてかもしれない。あ、じゃあネーミングをお願いします。これじゃあおやすみマン。おやすみマン、うん、そんな感じですね。なるほどなるほど。おやすみマン。では高校の古川さん、はい、また新しい。これ新しいな。これいないよね。これいないですね。ええ、さあこいつです。どんなお名前を。そうだな。ね、ジョン2。ジョン2。あ、じゃあちょっとね吸血鬼すぐ死ぬにちなんだちょっと色がね、色味がね、こういうのが意外とわからない、覚えられないんだよな。じゃあ続きまして、はい、いきます。ん、いや、新しい。おお、これは新しい。結構いますね、種類ね。いますね。じゃあこちらは、こちらは坊主で。坊主。はい、これ坊主です。坊主。はい、坊主。シンプルな方いってますね、はい、これ坊主。じゃあ続きまして、古川さんお願いします。はい、ほい、ジョン2。あ、そうなんだ。あジョン2。お見事でございます。うわ、ダメだ、結構取られてんな連続で。じゃあこれちょっと次あたりで決まりそうな気しますね。そうですね。
はい、じゃあ続きましてじゃあ決勝でございます。これが最後のゲームです。わかりました、頼むぞ。ということで今引いたのは古川さんでした、ね、じゃあ田丸さんからお願いします。いきます。出そうだもん、汗かきディアンヌ。お見事早いな、汗かきディアンヌ。これ最後のあれだからジャンピングクイズ的にこれ 倍付けにしません？今ので2ポイントにしません？なるほど。じゃあ今の2点と換算して、はい、じゃあちょっと枚数を、はいはい、じゃあ3僕は9枚です。9枚私がこれを2とすると8です。惜しい、いい勝負だ。危ねえ。これはじゃあ田丸さん1回目のね積み重ねが効いたということで逃げ切りました。勝利数はね、あの古川さんが圧倒的だったんですけど、結構当てられちゃったから結構危ないかなと思ったんですけど、この積み重ねを取った強みということで田丸さん勝利でございます。イエーイ。じゃあ後ほどねお好きなクラフトビールをねじっくり吟味していただき、ありがとうございます。いやということで白熱しましたね。白熱しました。いや楽しいゲームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。正義は最後に勝つってな。さて続いては告知コーナーです。テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月9日月曜日23時より東京 MX 他にて放送開始です。またアベマでは地上波先行独占先行配信も決定。地上波より30分早く1月9日月曜日22時30分よりご覧いただけます。他サービスでも順次配信予定となりますのでお楽しみに。ぜひ放送前に各配信サイトやブルーレイディスクにて第1期を振り返ってくださいね。さらに主題歌は第1期から引き続き福山潤さんとトラットさんが担当となります。オープニングは福山潤さんが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはトラットさんが歌うコージークレイジーパーティーとなります。CD も予約受付中ですのでぜひご予約ください。また吸血鬼すぐ死ぬキャラクターソング入りサウンドトラックは2022年12月21日水曜日に発売です。ドラルクとロナルド、ジョンのキャラクターソングのほかアニメ本編に使用された劇版がたくさん収録されます。正義は最後に勝つってな。さて今宵はそろそろお開きの時間となってまいりました。今回の配信いかがでしたか？いやー炸裂しましたね。炸裂しましたね。楽しかった、楽しかったです。めちゃくちゃ。でもこの炸裂しましたねの余韻はこれ配信じゃないですよね。そうですね。そうですね。これねあのブルーレイ DVD 特典で撮った部分があるんですけど、それが炸裂してましたね。ちょっとこれ皆さんあれですよ、配信で満足せずブルーレイ DVD もぜひお買い求めください。買ってください。買って損はないものになってますんでね、そして僕らを嫌いにならないやらされているんです。むしろ好きになると思う。あいいな。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。田丸さんどうでした？いやそうですね、本当にずっと笑ってた気がしますね、いや楽しかったですね。だからなんかこういう機会なんかもっと大人数で ねこういう作品の話はすごくしたいなと思いました、はい、いやぜひねもうしばらくしたら多分大勢で集まれる、ね、状態になりますんで、はい、ぜひまたやりたいと思います。ということでまたの夜にお会いいたしましょう。今宵のお相手は豪雪役稲田哲とロナルド役古川誠とショット役田丸敦史でした。次回はどんな夜になるのでしょうか。 See you next night. Bye bye. Good night. Good night.